カーディナル、頼みがある。話していたことを実行したいんだ。キビト、連絡してきたということは人気を生み出す心構えができたということじゃない。그래도그들은돈을받고하는거니까。複数の武器を그러니까요一度リソースの状態に戻し、これを먹고사는プロニカ。これほどまでに大掛かりな人気政策は初の試みじゃ。何が起こるかわからん。こちらはかねてより準備を整えていた。이게임대사량은생각보다비주얼노벨정말본격적으로만드는비주얼노벨에비하면은적어요제가말씀드리는비주얼노벨도모든대사다보이스가딸려있는거기때문에이츠데모이케르아이와갔다ここまでの旅が報われればいいのじゃがすぐに向かおう가차로뽑은무기를또합성해가지고상위무기를만들어야된다니이무슨외도라스는피도눈물도없는녀석들이야待たせたの覚悟を決めた顔じゃなそれでは行こうかこの旅の終わりとなる場所へ。마지막여행。システムコール。こたびの人気作成には、四つのリソースが重なることとなる。이거어둠이하고싸웠던공간아니야？まずは武器の状態からリソースの状態に戻し、それから再度結合する。行くぞ。まず一つ目鉄樹開花の槍南帝国の砂漠地帯にて存在した어둠이에게홀렸었던불쌍한몬스터アドミニストレーターに心を奪われた悲しき恋の奴隷その姿を示せシステムコール二つ目土ボタルの痕東帝国の地下迷宮に眠っていた指輪その実態は虫たちを滑るホタルの王その姿を示せシステムコール三つ目白蛇の弓西帝国の氷河に救っていたおぞましき人食い爆かの悪行を滅さんと命落とした司祭の手帳その姿を示せシステムコール最後四つ目얘는방금얻었으니까北帝国の金屋にて悪しき慣習のもと蝕まれた哀れな泉の精霊彼女が残した一輪のスズランその姿を示せシステムコール様子がおかしいぞカーディナルリソースの状態があ、ガチャ제대로못돌리는거야何か変だ유지온안챙겨줘キリト ガーディナーさん無事かい問題ない。じゃが、キリト、お主は無事か？ああ、大丈夫だよ。それより二人とも、あれを見ろ。
부활 괴수들이 또 4つの 대국대 戦った 마모다치가 復活したっていうこと. 아니 저 빙왕 모습 볼 때마다 야, 아레와 復活ではない. 리소스에 남겨진 옛날 페비콘 시절 RPG에서 몹들이 그냥 스탠딩 포즈 어정쩡하게 서 있는 그걸 생각나가지고. 무기から 리소스에, 리소스から 結合人機. この過程で不純物が入った。再結合しようとした際に結合が崩れかけた。何かに押し返されるような力があった。負けじとわしも再構築する速度を加速させたが、その結果、あれが生まれてしまった。純粋に前と同じ状態ではないが。害ある状態であることは間違いない。もう一度元の武器の状態に戻せないんですか？弱体化して再度構築を試みるしかあるまい。キリト、ユージよ、わしも援護する。外の世界にあれらを出すわけにはいかん。二人ともやってくれるか？もちろんです。キリト、いけるね？ああ、すまない。これはもともと俺だけの問題なのに。行くぞ！なんだ、攻撃が止まった。뭐야, 다른 녀석들 잡아먹고 있는 거야? 웃었더라. 여기서도 먹어서 경험치를 업할 수 있는 거 부분은 코노스바 그쪽 야채 먹어서 레벨업 하는 거하고 비슷한데? 形が 変わった. 大きくなってる. カーディナルさん、 あれは一体 どういうことなんですか？ 答えてやりたいが、 わしもこのような事態は初めてじゃ。 何が起こっているか、 明確な回答はできん。 一つだけ、 確かなことは、 あんなものが外に出たら、 人界は滅んでしまうかもしれんということだけじゃ。 それだけは、 絶対に阻止しないと。 わかっておる。 戦うこと以外選択肢はない。 それはあちらも同じのようじゃ。 あれは間もなくわしらを攻撃するじゃろう。 キリト。 なんだ？ わしはお主と仲間の戦いを見て覚えたことがある。 요즘엔 이렇게 막 계속 템파밍하고 조금이라도 더 데미지를 올리기 위해서 막 その後はまた援護を続ける。 시간을 거의 무한에 가깝게 들여야 되는 게임은 バカ言うでない。 できるできないかではない。 やるのじゃ。 行くぞ。 構えろ。 マイル。 카디널은 스위치! 스위치. 여기서 스위치가 어둠이는 어디 있냐? 이 상황에서도 어둠이 찾고 있어? 아니 멀쩡히 목소리가 다 들리는데 왜 아래 자막은 옛날 대항해시대 3에서 언어와 그 지방 언어를 몰라가지고 듬성듬성 찍히는 것처럼 나오지. 아니 어둠이 어디 있냐고 계속 물어보는데.
ここまで狂気を生むものとは。あの巨人まだ求めてるんだ、アドミニストレーターを。僕らを認識しているのかな。どうだろう、目の前にいるから攻撃してるって感じじゃないか。求めているのはただ一人、俺たちは探しに行くのを邪魔する障害くらいにしか思われていない気がする。でも彼は知っているはずだ。もうアドミニストレーターはいない。僕らが倒した。そして彼もまた僕らが手をかけた。もう分かってるはずだ。どんなに求めたって帰ってこない。どんなに好きでも失った人は帰ってこないんだよ。ユージを。지금저정확히사엘리스는그우리가알고있는엘리스가아니야。戦ったお前たちが一番分かっていることじゃろ。한번녹음하면그거계속쓰는거죠。氷の巨人はあの女に恋をした。恋を知った瞬間、悠久の時封じ込まれ、目覚めてからはずっとあの女を求めた。その思いで一つの町を破壊せんとするほどの恋じゃった。アドミニストレーターがもはやいようがおるまいが、それが問題なのではない。愛した女を手にかけられた。その憤怒は倒れてもなお消えぬほどのものだったのじゃ。リソースに一度戻したことで刻まれた思いが呼び戻された。あれは兵王ヘイレシグの影帽子、悲しき恋の末路なのじゃ。言った、あれと자라투스트라는이렇게말했다。말했다야갔다야。사실공격받아서아프다고이타이타이거리는것을말했다라고알았던거아닐까。이타지금오모테내버려도魂が必要になれば目覚めさせると。あの女が引きに落ちた時、なぜ私は呼ばれなかった。なぜだ。私を呼べ、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 アドミニストレーター。딱히전력적으로도움이안돼서안부른거아니야。아니대사하고폼이자꾸괴수같은포즈잡지말라고철물찍고있는거냐고。가디네와카테오르자가그간의사이세가마디아와나이外に出てしまった。追わなきゃ。人里に行けば死人が出る。あら、여기센트리아아닌것같은데。被害が拡大する前に何とかしよう。待て、キリト、ユージよ。まずは一度体勢を整えるのじゃ。일단밖으로나왔으니까사인파티로가야지。私が作る。今のお主たちで倒しきれる相手ではない。怪我もしておる。何も休めとは言っておらん。わしが先に追いかけて彼を足止めする。準備ができたら連絡するんじゃ。強制的にお主たちをわしのいる場所へ移動させる。わかった、頼んだぞ。カーディナル、聞こえるか。キリトか、準備はできたか。準備。ああ、大丈夫だ。
그런 파티로 괜찮겠는가? 아, 뭔다 이 나이. 아이조보다. 내가 거티라니 여보소. 아니 또 둘만 불러? 카디널이 맞았다. 카디널사 무지ですか? 키리토 유지오 와시와 난토가 무지자 오사에라리다 마마데 이라레르노카 나가쿠와 못한 솔직히 유토 모 치카라가 츠키소자 다가 와시니와 まだやれることがある。キリト、ユージオ、よく聞け。今から彼にかけたシールドを解く。当然のことながら彼はアドミニストレーターを求め、またお主たちに怒りをぶつけ殺そうとするじゃろう。なんとかして時間を稼いでくれ。わしもこの状況を打破する手立てを尽くす。お主たちに彼を任せるしかない。ああ、任せてくれ。戦う前にユージを。何キリト、今更だけどこんなことに巻き込んでごめん。キリト、これだけはどうしても言いたくて。俺いつもお前を危険な目に遭わせてる。お前を守りたいって思ってるのに。バカだね。そんなの僕だって一緒だよ、キリト。反対の立場だったらキリトはこう思うんじゃないの？でちょっと다른애들도부르면좋겠는데。そばにいられてよかった。ユージオを一人で戦わせないで済んでよかった。アンダーウルドの新ヒロイン、ユージオ。横に立つことができてよかった。불만으로싸워야되는거야。ユージオ、キリト、君を一人にはしない。僕たちはずっと一緒だ。これからもこの先も。何があっても。이쪽세계선에서는リアルワールドで앨리스가아니라유지を데리고가는거아니야？だって僕はキリトの幼馴染で親友なんだから。そうだろ？ああ、そうだな。俺もお前を助ける。ユージオ、お前を一人にはしない。これから先何があっても。うん。僕らは運命共同体だよ。それに僕はアスナに約束したから、ちゃんとキリトをアスナの元に返すんだ。カーディナルさん、お願いします。같은성우가맡았던다른작품의캐릭터도한여장했는데シールドを解除する。キリト、ユージオ、わしが戻るまで死ぬでないぞ。なあ、任せたぞカーディナル。この上まだ形態を変化させるつもりか。なんでだろう、負けたくないって気持ちだけがすごく伝わってくる。それだけ恨まれてるってことだな。受けて立つしかない。俺たちはそれだけのことをしたけど負けない。俺たちも守るべきものがある。カディナルは이미옛날옛적에플래그세워놨을걸요。行くぞ。カディナル얘들을지켜보고있었기때문에。아ユージオ、僕は탱커가大丈夫。キリト、攻撃が来る。防いで。くそ。갑자기오라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 빨리갑자기따따블펀치를날려야되는저기다。유지오마모레나이흠바리에우苦戦してるみたいだな坊主ども。예그니까요이도를만들려다가 이사단이나버린거죠。助太刀参上てな。아처홍차가도와주러왔어。베르크리사
どうして？何？最高司祭代理カーディナル。おいおい、一個いっちゃった。大変だったんだぜ。これでもお役目なんてものがある身分だからな。四つの武器を人気に結合しようとしたら魔物ができたって聞いた時は、あのお方でも冗談を言うんだなと思ったが、こりゃたまげた。本当だったらしい。面白いことをしてるじゃねえか。本編에서혼자만온천신이있었던 DLC 에서는다른애들도추가되긴했지만은좀대충제작진이어느팬층을노리고만들었는가알수있었습니다아라카카모노즈키다난테이카타와오요시쿠다사이코레데모키리토토유지오니와메오카케테이루츠모리데스カッカと違って私は純粋に二人のためですよ。ファナティオ、キリト、ユージオ、待たせたかしら。若い命に先に散られては困るな。さあもう一度勇気を振り絞って剣を強く握って共に生きて帰るわよ。私はカーディナル様に言われたから来ただけだ。勘違いするなよキリト。エルディリエチンデレマルトじゃな。착각하지말라고대친이너를위해서웃어라간지가있으나기사마의탐에ではない아리스사마의탐에다아노카타가가나시게친들의화법이라는거라고だから手を貸してやる。저렇게친친대면서도결국에도와주잖아이노래와いつか精神的にさて정신적으로匹狼の方が性に合うがこういう戦いも悪くはないな。一丁やってやろうか。ここは少しくらい騎士らしいことをしてみる。キリトを親切に、ちょろけ대해가지고エリスが경계를하기도하죠。聖国士、俺に続け。我が名はメルクーリ親切スワン。人民の剣、貴殿を葬る者。我が名はファナティオ親切スツー。人界の盾、貴殿を滅す者。我が名はエルドリエ神聖室31。天界の使者、貴殿を断罪する者。我が名はベゴミン。我ら聖国士は人界の勝者。悪に正義の鉄槌を下すべくここに来た。本話族제1의폭렬마법사。尋常に勝負。ハマチオ는왜레이저안쓴?세이버라면은검에서레이저전날려야지攻撃を叩き込んでも立ち上がってくる。このしつこさは貴様並みだな。だな。俺もあれだけ体力あるならいいんだけ。ああ。だんだん持久戦になってきた。皆さんは大丈夫ですか？若者に心配されると年を感じるもんだな、バナディ。年齢なんて概念。もう忘れてしまいましたね。若い命がうんたると言っていなかったか。それはそれ、私も閣下もいつまでも現役です。それに持久戦というのはこちらだけの話ではないのでは。キリト、汗を拭って気合を入れ直しなさい。男の子でしょ。かっこいいところを見せるべき相手が来たわよ。アスナがまだ나올것인가。아엘리스인가아니신혼이잖아キッド、ヘッドショットで一発ってわけにはいかないわね。次は別の顔、行くわよ。シノンさんかっこいい。こいつはそんなに強くないよ。リズさん、シリカちゃん、お願い。かっこいい。手がしびれる。아니망치망치인리집에서는그렇다쳐도단검으로단검으로저런다고뭔가わかりやすく弱点っぽくついててよくない親切設計だと思うけど。そういう問題じゃありません。でも怖いけど逃げたいけど逃げません。アスナさん、次お願いします。뭐야그냥처음부터아스나불렀으면될것같은데
怒ってるわよ。みんな怒ってますよ。そうじゃないですか。そうね、怒ってる。ガンガンに怒ってるかも。誰だって身内を傷つけられたら怒りますよ。お兄ちゃん、ユージオさん、無事？キリトは愛されたよね。몇 등분으로 다닐지 모르지만また危険な目に遭ってる。どうして갑자기삿대질이야。なんで自分から危険を呼び寄せちゃうの。いや今回は不良の事故というか、なんというか、すまん。アスナ、助けに来てくれたのか。違います、キリト君を回収に来ました。回収。そう、回収。ユージオ君、ここまでキリト君を守ってくれてありがとう。저놔두면은유지오가진인으로인될것같아가지고신보できなくて来ちゃった。歓迎だよ、アスナ。そろそろ返すつもりだったんだけど、予想外なことが起きて。ごめんね。頼まれてたのに。不甲斐ないや。유지오가キリト를뺏기전에회수하러왔습니다。君には終わったらいっぱい言いたいことありますからね。あ、うん。いっぱいいっぱい。時間くれなきゃ嫌だからね。わかったよ。アスナのお気に召すまま、何でもいたします。そう。何でもするんだ。みんな、これ終わったら、キリト君おごってくれ。え？やったー！あたしたくさん食べちゃおう。食べるからには動かないとね。やる気出てきたわ。먹기위해서칼로리를소모해야돼。元気ね。じゃあお腹空かせるためにガンガン行きますか。終わったらキリトさんとご飯。終わったらキリトさんとご飯。キリト君。はい、悪いけど待たされた上にまた傷ついてる姿を見せられた罪は重いですから。乙女の心を傷つけた罪はたくさんの謝罪とご飯でしか償えないよ。覚悟してね。아직앨리스가안나왔으니까한번더등장신이남아있겠는데。あとでちょっと財布に相談させてくれ。앨리스는단독으로나오는거야이러면。いいから行くよ。みんなの好意に感謝しなきゃ。ああ、みんなありがとう。行くぞ。앨리스하고메디나같이나오는건가이러면。だいぶ削れてるはずなんだけど、なんでこいつこんなにしぶといの。終わったらキリトさんとご飯。キリトさんとご飯。아까부터계속밥타령하고。ご褒美追加してほしいです。くじけそう。私、だんだん元気が増してきました。私の攻撃の精度上がってる気がする。リーファちゃん、それ多分ランナーズハイかも。みんな長期戦の影響が出てきたわね。キリト、エリス、エリスを위한ゲーム。よし、俺とユーシオが行く。オジェンメイドにか。うん、今だ。여기シンク있네。그러고보니까친구도있고앨리스게임을개최해도이상하진않을거야。무게니까이래저래로니에하고티제도꽤레벨업을많이했나봐요。티제둘이も来てくれたの。キリト先輩、こぶしでよかった。遅ればせながら参上しました。ロニエアラベル、ここから精一杯先輩をお守りします。ロニエ、頼もしいぞ。ありがとう。でも俺もロニエを守るからな。はい、キリト先輩。同じく参上
場いたしました。ディーゼシュトリーデ、微力ながら助立ちさせていただきます。ユーチョウ先輩、こんなに傷ついて。ディーゼ、来てくれてありがとう。遅くなってすみません。私がもっと早く来られたら。そんなことない。ディゼのユジを立ち모습보면은버프걸리는타입이라고。こんな風に守られてたんじゃ、僕が先輩って呼ばなきゃいけなくなるかも。아까아스나가말없이한방에쓰러뜨리는것처럼。先輩は、ユージョ先輩はずっと私の先輩です。キリト、後輩にそう思ってもらえるよう、もっと頑張らなくちゃね。いや、どうやら同級生も来たから、さらに頑張らなくちゃだぞ。응급생메디나無様な姿を晒すな。それでも元修験学院の生徒か。メディナ心強い味方だね。メディナ、来てくれると思ってたぞ。ありがとうな。うん、カーディナル様から直々のご依頼だ。仕方あるまい。이미엘드리에가츤데레말투써먹었다고。私も心配はしていた。生きていて何よりだ。メディナ、嬉しいよ。ありがとう。素直なメディナの言葉は疲れた体に染みるな。ムカつく。キリト、さらけるなよ。ユージョ、援護は任せろ。잊을만하면은써먹어야되는말버릇ムカつく。剣士の誉れ。メディナ・オルティナヌス、押して参る。あと少し、あと一撃、そんな気がするのに。이렇게몇방때리고말을하니까그사이에회복을하는거예요。말하지말고그냥몰아쳤으면은이미쓰러뜨리고도남았어。데미지량을보면은키리토센파이유지오센파이大丈夫ですか。지금이러고있는동안에초동은회복중이라고。しばらく私たちで攻撃を防ぎます。呼吸整えてください。왜갑자기왜클럭클럭거리는얘들뭐야。かっこ悪いな。けど本当に体力が限界だ。友人もふらついてきてる。メディナが言うようにあと一撃って手応えなのに。大丈夫、まだいける。友情、無理はするなよ。無理するよ。するに決まってる。キリト、カーディナルさんは僕らにここを任せて味方を呼んでくれた。きっと声をかけられる人には全部かけてくれたはずだ。そうだな、きっと来る。どんなに遠くにいても、どれだけ困難でも、僕らのアリスはきっと来る。こんな姿見せたら叱られるよ。이제등장하는마지막캐릭터나올차례죠。消えていく。カーディナルさん、待たせたな。最後の一人を連れてきたぞ。일단은めぐれ花だし。アリス、
生きてますか、キリト、ユージを。なんとかな、アリス、待ってたぞ。うん、来てくれるって信じてた。エリス앞에나왔던애들은다들분위기띄우기위한絶対駆けつけてくれるって。当然です。私を誰だと思っているのですか。私はアリス・シンセシス・サーティ、悲しき氷の巨人よ。あなたを慰める術私は持ちません。あなたの恋する相手を討ち取った者の中に私も入っています。그런가?어둠이하고싸울때키리토하고1대1대결하지않았었나?마지막에는?스리슬쩍어둠이잡은거자기가같이했다고부정하는데나라바아나타는육신을이카리를すべて受け止めましょう。受け止めた上で私は言います。ここに宣言する。あなたは私たちの友人を傷つけた。グレンラガン떠오르긴했어요。この代償はその身をもって償っていただく。역시싸움은물량입니다。멋이또첫포즈 저시그니처포즈 彼はもう限界じゃ。心も体も痛くてかなわんことじゃろう。なおも戦っているのはひとえに真意の力。これに打ち勝つのは同じく真意の力のみ。정신력으로버티고있다는거야。この一撃に真意を込め、彼を恋の報酬から解き放て。皆の者、キリトに攻撃の舞台を整えるのじゃ。エンハンスアーモメント、叫、青バラ。キリト君、キリト、キリト、いっけ。마지막한탄은유지와공동작업이야。저거솔링리프자세아니야？아여기서부활주문을메디나가부활주문걸고있어이래가지고나중에레벨400짜리로부활하는거예요나중에레벨400짜리의신수뭐그런거로부활하는건가어둠이가홀렸던몬스터때문에こんなの見ていられないよ。あれはもう長くは持たないな。随分と手間のかかるやつだったが、一度戦った相手だ。敬意を払うべきだろう。俺が行こう。いえ、解釈ならこの私が。アクタボーナスを取りよう。各家のお手を煩わせるわけには。おじさま、エルドリエ、待ってください。二人ともその必要はなさそうよ。見て。アドミニストレーターはもういない。俺は何度でも言うよ。俺が倒した。俺は、俺の大切な人を守るために、お前の愛した人を殺した。俺は、何度でも、お前に言うよ。
すまない。お前の好きな人を奪った。お前がその気持ちを伝えることもできないままになったのは俺のせいだ。言葉で癒されるようなものじゃないよな。でもごめん、俺にはこれしかできないんだ。お前の気持ちを踏みにじる運命を俺が気づいた。こっちにどんな事情があったとしても、それがお前にとっての真実だ。だから俺は何度でも言うよ、本当にごめん。もう会えないのか。이러고서나중에어둠이부활시키면은本当にこの世にいないのか。もうどこにもいない。会えない。私はどうしたらよかったんだ。この胸の痛みをどうしたら。わからない。ただ俺にできることがあれば言ってくれ。他の人を傷つけないことなら引き受ける。聞いてくれ。受け取って欲しかったんだ。初めて誰かにこんな気持ちを。返されなくてもいい。何ももらえなくても、せめて知って欲しかった。私が、私という存在がついていると。わかるよ、好きな人にそう思う気持ち。俺もわかる。誰も彼も敵でしかいない中で、あの女だけが、あの女だけが私と対等話をしてくれた。아까회상을보면은딱히대등분위기가망쳐지니까더이상あの時俺がちゃんと話を聞いてやれたらよかったんだ。アドミニストレーターへの思いは確かに恋だったんだろうけど、欲していた存在への同型にも近かったんじゃないか。彼は憧れていたんだ。ただ憧れていた。그냥자기보다더세가지고흠모하는마음이더크지않았을까。ずっと待っていたんだろう。今からでもそれ俺がなれないか。お前が어린도없지。어린도없지。아음なれるものかよ。わかんないだろ。見ててくれよ。俺のことを嫌っていてもいいよ。でも俺はお前を上にも下にも見ない。俺は横にいるよ、そばにいる。それが対等ってものだろ。バカな小僧だ。まだ知り合ったばっかだろ。俺がバカかどうかわからないぜ。いや、お前はバカだ。お前は、なれはしないさ。だが、お前は、一度ならず、二度私を、私の体を、이제는검도친데레야。待ってくれ、まだもっと話を。見ているぞ、そばを離れず私を握れ。お前、お前
キリトだ。キリト、私を忘れるな。忘れないよ、エイレシグ。이대사본편에서도봤던거기억하는데みんな、ありがとう。終わったよ。들고있는검이약간다른데파마늘검이아닌것같은데이건いい音だね。強くて頼もしい剣の音だ。ああ、俺にはちょっとできすぎた相棒かな。そんなことないよ。キリトは放っておくとすぐ危ないことに巻き込まれるんだから、それくらい頼りになる剣があった方がいい。相棒っていうより保護者かな。おい、だって相棒枠は僕で埋まってるだろ。そこは譲れないな。そいつでもね。なんだよそれ。王者는アズナポジション아님。二人とも探したよ。なんでわざわざここで稽古するのかな。ね、カーディナルさん。冒険から戻った若い二人がじっとしていることができるのは数日くらいじゃろうて。日の下に戻りたかったんじゃろ。なんかそれ虫みたいだな。それで俺たちを探していたのか。うん、キリト君出資のお疲れ会の準備が整ったからみんな待ってるよ。그거잊지않았던거야。たくさんくれてありがとう。腕を振るっちゃった。キリト近場에서나가는アスナの手料理が食べられるんだ。楽しみだな。よかったねキリト。嬉しいけど財布のことを思うと苦しい。複雑な気持ちだ。ロメが얘들월급제인가。そこはありがとうございますと言ってほしいんですけど、高いお店で散財させてもよかったんですが。ありがとうございます、アスナ様、手料理嬉しいです。まあ私も今回の発端の一員でもあるから、みんなにご飯をご馳走したかったのもあるんだ。二人とも今更だけど本当にお疲れ様でした。アスナこそお疲れ様。お疲れ様。その感謝してるよアスナ。そういえばキリト君、剣の名前は決めたの？それがまだ。キリトって名付けが苦手なんだよ。夜空の剣だって僕が言うまで黒いやつとか呼んでたし。ふむ、ならわしが一つ手助けしようか。ああ、頼む。이번엔검은여자풀라고불릴뻔했는데그래다카디날나라이매매오시테그래서다소자마글자있는검은여자천지가이벽천지개벽소텐지가이벽겐데와도자텐지가이벽카디날사それってどういう意味ですか。텐지가이벽とは世界の始まり、ことの始まり。世界はもともと天と地も一つで混沌としていた。その混沌から正常なるものは上へ行き天へと、重くよどんだものは地へと分かれた。そういう考えを言う。この剣を持つ者は何かを永遠に立つかもしれん、はたまた切ることで何かが、そう、新しい世界が生まれるかもしれん。どちらの意味も持っている。どうじゃキリト、四つの武器から一文字ずつ取って完成する。まさにこの剣そのもののような名であろう。うん、我ながら良い名付けじゃ。지금까지얻어왔던네개의무기아클자에서이름을따온거야。運命を共にするには
これ以上ないくらい頼もしい名前だな。そうじゃろそうじゃろ。でもなんかこう俺には大行すぎるというか。ん？いや、ケチつけたいとかじゃなくてさ。いや、本当いい名付けだと思うよ。아무리근데리얼월드의주민으로서생각하면은뭔가네이밍ケチつけておるではないか。違うって。ただ俺夜空の剣の時見たくさ、あの時見たく一瞬の思い出をみんなの思いを名前に閉じ込めて永遠に刻むみたいな、そんな命名がいいのかなって。カーディナルの名付けを聞いたからこそ今そう思ったんだ。多分俺はこの旅を忘れたくないんだよ。剣を握るたびに思い出して自分の中で風化させたくないんだ。俺自身にもこの旅を刻みたい。キリト、怒ってるか。いや、でも、うん、天地開闢剣もいいよな。うん、やっぱりカーディナルの心意気を組んで、それにアホ、怒ってなどおらぬ。剣を持つのはお主じゃ。お主の心が今語ったことに素直に寄り添える名の方がよい。カーディナル、キリト、こういう時は心に従うのじゃ。目を閉じてみよ。そして剣を思い、何が浮かんでくるか試せ。うん、これでいいのか。そうじゃ、落ち着いて息を吐け。真意の力を生み出す時を思い出せ。集中して思い浮かべれば、お主は心の中ではどこへでも行ける。キリト、自身の心象風景に問いかけよ。何が見える？何を思う？何が어떤드라마 CD요？ 何を思う？보험관련이라면은俺にとって없는데この旅の象徴とは何だろう。結局俺の思い出はどこに帰っていくんだろう。忘れたくないということだけははっきりしてる。忘れたくない俺の思い出はどこへ行く。そう、そうだ、ここだ。忘れたくない人、たくさんの出会い、別れの象徴が集まる場所。忘れたくない言葉、交わした約束、繋いでいく思い。보이지않는곳에서열심히페르쿨리가보육의길을펼치고있습니다。思い出の在りかはここだ。Forget me not。 なんじゃ、決まったか？ああ、この剣の名前は忘れなぐさだ。最後にあいつにもエイレシグにも言われたし、俺も約束したから、自分に刻むためにもそうしたい。どうかな、キリト。僕、なんていうか、すごくいいと思う。僕の思い出ごとキリトが預かってくれた感じがする。でも、今は思うけど、アリスもそう言うよ。ウリャンジャンの時、忘れなくさ。ユソルボト、リネル、ピジェル、レンリー、어디갔죠？いい名前だよ。キリト君、チェイターも그렇고、나오지못한애들이좀있는데。剣にも花言葉みたいなものがあるなら、きっとこれがそうだね。私も。로딩창에서아까이름뜨는거보고생각났어요。素敵だと思う。キリト君が言うように、みんなの思いを閉じ込めた剣だね。ありがとうみんな。おかげでいい名付けができたよ。本当にありがとな。どうやら旅で得たのは剣だけではないようじゃな。
改めてお主たちの口から聞きたい。ギリト、ユージよ、旅はどうじゃった？辛いこともあったけど楽しかったよ。友情がいたからな。僕もいろいろ迷っていたことが吹っ切れた気がします。キリトと旅ができてよかった。自分が何者でどうありたいか分かった気がします。또또그그거안하네간단히그냥하이파이브하는거야오늘의旅今ここでようやく終わった。キリト。長い旅路の最後に、わしからお主へ祝いの言葉を送らせてくれ。なんだ？何？大したものではない。祈りのようなものじゃ。剣とお主の出会いは、まことに奇想天外、波乱万丈だった。いずれこの剣を握って戦う時が来るじゃろう。迷うことがある時、くじけ戦争편이될것인가。この言葉を思い出してほしい。剣士キリトよ、理に走らず、敵を求めず、己が信念と仲間を信じ、民のためにこの剣を振るえ。お主にとって、この世界にとって、この剣との出会いが良き天地開闢の調べをもたらさんこと。そして青き小さな花のごとく、この厳しい大地で懸命に強くひたむきに生きよ。期待しておるぞ、異邦の世界の騎士よ。왠지불고기나올것같은旅をした。この世界を旧国の英雄、たった一人の親友と旅をした。一度目は彼と世界の広さを知った。二度目は彼と世界に自分とは何かを教えられた気がする。今更ながら思うことは、以前の僕にとっては、この世界というものは、拒絶するものの象徴だったということだ。僕は漠然と、拒んでいた。거기아래에있는게임히로인즈。僕にとって、アリスを奪った世界は、そんな僕を、変わらず整頓された美しさで包み込む世界は、忌むべきものだった。世界というより、運命という方が正しいのかな。僕はずっと答えてもくれない何かに叫んでいたんだと思う。こんなのは嫌だ。抗いたい。戦いたい。運命を変えてやりたいって。もし過去の僕に会えるのなら、言ってあげたい。ねえ、以前の僕。君は想像できるかな？君が走っていた先に、こんな風景があること。まだ2023年을내다봐야되나、설마。泣いているかい？설마、그러긴、立ち止まっているかい？でも大丈夫。君がどんなに世界を拒んでいても、怖がらなくていい。顔を上げて。제일길게、さ、드리면한5월달까지？君の運命を変える人は目の前に。その少年の名は。君は誰？どこから来たの？キリト。